なんか物作る人って浮気性だと思うんですよね。最初作ってる時はそれに続行なのに、新しいのを作るとそっちの方に熱がいっちゃう。まあ浮気というか 移り気というか。でもそう思えるからこそ新しいものが作れるんだと思うんですよね。はい、皆さん、こんにちは。マスクです。今回はですね、また引き続きグレートホネホネザウルスの方のパーチ組紹介の方やっていこうかと思います。今回はですね、こちらの4番ですね、グレートケツァルコアトルスの方作っていこうかと思います。中身はいつもの通りですね、ケツァルコアトルスって何だってちょっと知らない方いらっしゃるかもしれませんけど、いわゆるプテラノドンとか翼竜の仲間ですね。ケツァルコアトルスって現状見つかっているプテラノドンとかのああいう翼竜の仲間の中では一番でかいやつじゃないかって言われてるやつですね。しかも南米の方ですね、見つかった化石が見つかったやつなんですけども、ケツァルコアトルスっていう名前自体が南米にもいますけど、ケツァルコアトルスって神様がですよね、翼の生えた蛇がシンボルのマヤとかアステカの方の、メソアメリカって言われてる、白人が来る前の先進文明の方の崇拝された神様の名前なんですよね。あと実際に今絶滅危惧種になってるのかな、ケツァールっていうすごい綺麗な鳥がいるんですけど、まあ、神様の鳥、もしくはその翼の生えた蛇の神様、そちらの方から名前を取ってる、すごいでかい翼竜なんですよね。翼広げるともうセスナ機ぐらいあるって、本当に飛べたんかこいつみたいな話もあるぐらいの、やつですね。昔コロコロコミックとかでやってたバーコードバトラーってバーコード読んでゲーム数値化して遊ぶおもちゃがありましたけど、あれのシリーズの中でその恐竜たちがロボ化したようなやつらのキャラクターのデザインがいましたけど、バーコードファイターって漫画で出てた。あれで、その恐竜たち、メカ化した恐竜みたいなやつらを自分たちの愛知として使ってた、その兄弟がいて、その末っ子の女の子が確か、これを、ケツァルコアトルスがモデルのそのメカのやつで空から爆撃して兄貴たちをバックアップしてた、そんな話がありましたよね。まあ、フリーネタですよね。まあ、中身はこんな感じです。いつも通り、こちらですね、ランナーパーツとカード、そして説明書ですね。組み立て自体はいつも通りシンプルですね。じゃあ早速組み立てていこうかと思います。翼竜だとプテラノドンの名前ですけど、これもかっこいいと思うんですよね、すごく。まあ、ちょっとトリビアな話になりますけど、でも翼竜って全然恐竜じゃないんですよね。魚竜とかもそうですけど、一応同じ中生代の時代に生きていた大型爬虫類であって、恐竜は厳密には陸生の大型爬虫類を指すので、同じ時期に住んでいた大型の爬虫類だけど、海に住んでる魚竜とかと空飛べる翼竜、あれは厳密には恐竜の仲間じゃないっていうね まあ、なんでしょう、恐竜図鑑に全部持っていたと身も蓋もないんですけどね。これが体の中心ですね。こんな感じです。プテラノドンだとこっちにこうトサカがついてますけど、ケツァルコアトルスはこういうのないんですよね。こうちっちゃいのがついてる感じで。これですね。反対です。こっち、実際にその翼竜は羽ばたいて飛ぶというより滑空して飛んでたような感じの生き物っぽいんですよね。グライダーとかと同じように、まあさすがにその
鳥とか見ていただくと分かりますけど、飛ぶって結構大変なことなんですよね、物理的には。当然大きくなったら大きくなった分だけ、その飛ぶための大きな力、飛ぶための力が倍になってきますから、あの大きさが2倍になったらね、8×2×8 倍なのかな、立体的に言ったら。同じ力で動かすのは8倍の力がいるっていうのは当たり前の話ですし、飛ぶとなるとその空気とかをかき分けて飛んでいかなきゃいけないわけだから、さらに大変になっていくわけですよね。で考えると、まあ史上最大の鳥でどれぐらいの大きさだったかな、まあ、物理的にだから本当人間が機械で飛んでる飛行機とかみたいに物理的にその力任せに飛んでるようなもんじゃなくて、生き物が飛べる大きさってのはやっぱ限界があるんですよね、大きさが。ああ飛ばなくなった鳥とかもいますからね。って考えていくと、やっぱりこう大きくなる、大きいって羽ばたいて飛ぶってなっちゃうと、どん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 難易度が上がっていっちゃうから、やっぱグライダーみたいに滑空して飛ぶっていう感じになるのかなって、身も蓋もない言い方すると、格好つけて落ちてるってやつになっちゃうんですけどね。あ、でも格好つけて落ちるってのも実は大変なことで、やっぱそのただただピョンって高いところから飛んだだけじゃ怒っちゃいますけどね。だ飛ぶっていう、その格好つけて落ちるというか滑空するためにも大きな翼がいたり必要だったり、そのタコとかと同じで、この空気の動きや風の流れを捉えていかなきゃいけないので、こう大きな翼が必要だったり、あとはそういったものを生かすために体を徹底的に軽くしなきゃいけない、まあ、鳥とかもねそうですから。って考えていくと、どん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 そういう必要なことを入れていくと、まあ無駄のない形の生き物になってくるんですけど、飛ぶっていうか能力を得るから、ね、そんな中でこう滑空して飛ぶ生き物っていうスタンスでいったら、ある種行くところまで行ったのがこいつのケツァルコアトルスとか、そういう大型の翼竜種なんでしょうな。ファンタジーとかな、あのワイバーンとかだとね、すごいですけどね、どう考えても言っちゃいけないけど、物理的に翼のバランスからいったら、あんなの飛べるわけじゃないですけどね、本当は。まあ、お話で飛んでますからね、ドラゴンとかも。まあ、実際にでも化石で見つかってるってことは、滑空する生き物としてはこういうのは実在したわけですから、まあ、実際一度見てみたいと思いますけども、ね。ある子はトリスですね、はい、うん、かっこいいですね、やっぱ大きさ的にティラノサウルスバリにでかいんで、シリーズの中で非常に、うん、いい武器ですね。口が大変でして、まあ、ちょっとこの首のですね、ボールジョイントの保持力が弱いですね。なんか骨骨シリーズの中でも、これカラフル系は何だろう、個体差が大きいのかな、この辺の、はい、全体的なシルエットを考えて、まあ、翼竜なんですよ、翼を広げた方が、結構この可動は結構よくできますね。で、これ、合体の時に作るクリアパーツですね。尾びれ。
でこう滑空してるときの渋谷と小手さんでこう噂をかかってチームというか中田さんというところで個人的にはまあ他のティラノザウルス以外の連中がちょっとちんまりいっちゃうんですけど、筋力まとまってかっこいいんですけど、ちょっといっちゃいので、これとレックスだけでも、まあ、パフォーマンスは十分かなと思いますね。はい、まあ、相手が投げたりって、ティラノザウルスの存在ポイントだったんですけど、そうだったら筋レックスなんてやりたくなっちゃいますけどね。はい。シルエットはかっこいいですね、やっぱり飛行機とかもそうですけど、飛ぶものってこう無駄がない形してるって個人的には思いますので、まあ、どうですかね、フィールドも、うん、かっこいいですね、実はというわけで、今回は、グレートコネホレザルス Z の、チャンコアトルスの8分で紹介させていただきました。本日はここまでにしておきたいと思います。ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プラモデルは自由だ。ではまた別の動画で、アディオス。